FM 達花をお聞きの皆さん、ハグザライフ命を抱きしめよう。2016年11月1日火曜日です。とうとう11月に突入いたしましたね。どうしよう、困った。年賀状、そしておせち料理。でも12月に入ったら考えようと気持ちを切り替えて、11月1ヶ月また突っ走っていこうと思っています。まあ、11月は我が子供たちの誕生日もありましてね、そわそわとしながら、そして義理のお母さんのお誕生日もあって、今日のメインコーナーでは久しぶりにお母さんの今をお届けしようと思っているところです。89歳になる義理のお母さん、介護4のお母さんのこと、今日も等身大の生活支援をする愛浦弥生が嫁として、まあ嫁としてということではないですね、一人の人間として母を思いながら、自分の人生も忙しい私でありますので、そんなにしょっちゅうはいけませんが、行った時のこの頃のお母さんのことお伝えしていきます。11月1日火曜日、今日も3回の放送をどうぞお聞きください。11月の花の歌も、まだ始まったばかりの11月ですが、皆様からのリクエストとともにお寄せくださいね。11月のお花は何の花にいたしましょうか。今日もこの番組ハグザライフ命を抱きしめようを支えてくださる皆様をご紹介いたします。何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、不動産でのお困りの方は地元の笠原企画へ、人に社会にお役に立つ企業を目指す笠原企画、処方箋受付から在宅訪問まで幅広いフィールドであなたのかかりつけ薬局を目指します。土日も営業、東戸塚駅西口徒歩2分セントラルスポーツ脇平安薬局、その人らしく生きることを支援している社会福祉法人光、以上4社の提供でお送りいたします。さあ、今日の11月最初のハグザライフ命を抱きしめようは、たっぷりの音楽をご紹介しようと思っているところです。皆様からリクエストいただいたビューティフルネーム、そして主人公、さらに新ジングル、タイガお兄ちゃんのジングル、お待たせいたしました。今日はお届けしていくことになります。こんちゃん、タイガお兄ちゃん、ゆうがくん、パパ、おばあちゃん、おじいちゃん、大変お待たせいたしました。そしてもう一曲、命の歌も今日お届けできる方向で54分の番組お届けしていきます。皆様からいただくリクエスト、なんだかどこでいつかけようかという、これにも縁があるような気がいたします。今日の3曲も大きなつながりがある、そんな3曲が皆さんのところから集まってきた、そんな感じがしております。それでは11月1日火曜日、ハグザライフ命を抱きしめよう。今日も北海道札幌出身でも戸塚に住んで30年になります、パーソナリティ愛浦弥生がお届けいたします。どうぞ最後までお付き合いください。ラジオネーム、お父さんでいいかな。音楽の音、音という字にひらがなでうというふうにラジオネーム書かれてあります。おとうさん、ラジオネームにさんをつけるとお父さん
というふうになる、そこまできっと考えてつけられたラジオネームではないかと思います。ゴダイゴのビューティフルネームが聞きたいですといただきました。小さい頃にゴダイゴのライブに行った時から耳に残っている曲です。最近あまり楽しいことがないので久しぶりに聞きたいです、よろしくお願いしますといただきましたのが先週、今日11月1日にお届けしますよとお約束しました。ラジオネームお父さん、お腹の中に私の場合双子だったものですからね、なんと名前をつけて呼ぼうかと随分悩みました。のんちゃん、ゆうちゃんというふうに呼んでいました。男か女かもまだわからなかったんですが、夫の名前のその文字から取って、のんちゃんとゆうちゃんという男でも女でも、その時にまた顔を見て考えようと思いながら、二人の名前を、あ、今はこの足はのんちゃんね、とか、ここぐにゅって頭を押し付けたのはゆうちゃんね、などと言いながらですね、呼びかけていました。ビューティフルネーム、お届けいたします。作詞伊藤明、そして竹川幸秀作曲、ゴダイゴビューティフルネームでした。どの子にも一つの命が光っている、呼びかけよう名前を、素晴らしい名前を、素敵な歌詞ですね。もう名前は私はアイデンティティだと思います。名前で呼ばれること、弥生さんって呼ばれることが大好きで、弥生さんと呼んでほしいですと自分から、伝えることもあるぐらいです。あなたの名前はどうやって生まれた名前でしょうか。そしてその名前がお好きですか、どうですか。年を追うごとに私は弥生という名前が大好きになっています。父が昭和8年8月8日生まれ、その末広がりの8、そして母が左陽光の4、そして長女の1で、やよいというふうに841やよいと父と母が名付けてくれました。ゴダイゴビューティフルネーム、ラジオネームお父さんからいただきました。どうもありがとうございます。それでは今日のメインコーナーです。今日はお母さんの今と題して、久しぶりに等身大の生活支援をする私のお母さんへの関わり方をお伝えしていこうと思います。久しぶりのコーナーだなぁと、お母さん大腿骨骨折とか肺炎で入院したこともお伝えし、そしてとても強い責める言葉を言われてしょげてしまった時もありました。いやー、あの時は辛かったなぁと思い出しながら、今のお母さんを伝えていきます。介護4、89歳、新潟にずっと育って、ずっと新潟でお友達のところで生きていくというふうに話をしていたんですが、お父さんが亡くなり、そしてうちもやはり田舎なのでね、そして農家をしていたもので、とても広いうちを処分し介護施設に入りましたが、年を追うごとにやっぱり心細くなるのでしょうね。長男の息子のところ、つまり私の夫なんですが、に行きたいと突然言い出したのが2011年のことであります。ちょうど震災の時でしたのでね、覚えている春のことでありました。あ、もう少し前からですね。そして、その直後に震災が起こり、遠くの震災が起こり、それでもそのまま、その予定通りに新潟から横浜に移ってきたということです。離れた場所、それほど遠くないところに
の介護施設を決めました。介護付き有用老人ホームに入居いたしました。またそこからいろんなことがありましてね、大きい施設だったんですが、高校では私のことをよく見てくれないってずっと母はその不満を私に訴えて、そして小さな施設、まあ、この番組ハグザライフ命を抱きしめようでいろいろなところとこう出会っていたものですから、お母さん一緒に見学に行こうということで行った先の小さな施設、20人から30人ぐらいの規模の施設です。ここは住宅型有料老人ホームといいます。まあ、そこに今は母は住んでいます。大腿骨を骨折して入院し、その後また肺炎を患って入院してという大きな入院がありましたけれども、そしてやはり車椅子の今は生活になっています。夜中は随分たくさんピンポーンって押して、スタッフの方がどうしましたかって駆けつけてきてくださっているようです。認知症の診断も受けました。そして薬も処方されて、その薬が貼り薬なんですね。飲む薬もあるけれども、特に認知症で私は何ともないというふうに言う方たちにとっては、その薬を飲むことを抵抗することもあるということで、貼り薬も今はできたようで、それまでも足が痛い腰が痛いと言っていたお母さんで、随分この湿布の貼り薬を貼っていたもので、これ抵抗がなかったですね。この認知症の薬を貼り薬として今は母は使っています。その効果と、まあ、その他にもいろんな要因があるんでしょうが、穏やかになってきたんです。一時はですね、もう帰れって言われたり、辛かったですね。睨まれたり、それから黙り込まれてね、無視されたりっていうようなこともねありました。でもこの頃は、まあ、そんなことがあった後って、やはりお母さんに会いに行くのすごく苦しいんですよね。嫌だなーって思いながらも思い切って行って、そしたらですね、食堂の隅で、まあ、待ってて、私はいつ行くというふうには伝えていなかったんですけれども、あーってまあ笑顔になりましてね。なおかつ弥生さんが来てくれると、お盆とお正月が一緒に来たみたいだなんて嬉しいことを言ってくれたお母さんなんです。今度はお母さん何持ってこうかって言って、メロンっていうふうに言われていたので、メロンを持って一緒に食べました。弥生さんと散歩に行くのが楽しいとも言ってくれているので、車椅子に乗って近くの畑を見に、そうするとお母さんはまあ詳しい詳しい、あれはブロッコリーとね、まだ植えたばかりなのにわかるんですね。もう農家でいっぱいいろんな野菜を作ってきたお母さんですから。3本の木が並んでいました。私がよくわからずに、一番端お母さん、あれ柿ですよね、隣は柚子だよ、その隣はカリンってね教えてくれるわけですね。もう大体のこと聞くとわかる。そしてそのお母さんの今住んでいるところの近くの畑はとってもきれいに整えられている、いい畑だと言っています。その畑の持ち主さんとも野菜の直売所をやってらっしゃるところでね、お話をしたり、お母さんはやっぱり懐かしいその新潟の自然の中の、それと近い畑のところに行ったり、たくさんの木が生い茂っているね、大きな庭のそばに行くと落ち着くようであります。ということで、
本当に大変だった時期もありました。お母さんとのこのやり取り、まあ、生活支援、今は少し落ち着いているところであります。もう一つの大きな理由としては、その住宅型有料老人ホーム、その中だけにいることを強制するわけではないので、デイサービスに週に2回通っています。これが皆勤賞、火曜日と木曜日お母さんを迎えに来てくださってね、車が、そして夕方までいて、お風呂も入ってきて、またいつも暮らしている場所とは違う雰囲気を、そして車に乗って外の景色を見ることもとっても良かったのかなと思っています。皆様からの、うちもそうなんですっていうお便り、お待ちしていますね。今日のメインコーナーでした。それでは連続エッセイのコーナー、今聞いていただいたミニコマーシャルジングルは、タイガーお兄ちゃんのかつてのジングル、つまり川上保育園の年中さんだった時の、チューリップ組のジングルであります。今日この連続エッセイの後に、新しいジングル、タイガお兄ちゃんのジングル、今度はひまわり組になったということでね、ゆうすけのひまわりを BGM にしながらお届けしていきますね。タイガお兄ちゃんの前のジングルと、そして新しいジングルの間に挟まれたこのコーナー、連続エッセイ、タイガお兄ちゃんのお母さんであるこんちゃんの連続エッセイです。こんちゃん、二人目出産と子育てを通して、月の前半にお届けしていきます。こんちゃんから、やよいさんへという緑の封筒と緑の便箋のお便りが届けられました。ありがとうございます。ピーターラビットのシールを貼ってくれてありがとう。やよいさんへ、一日一日と秋の気配が感じられる頃になりました。おかわりございませんでしょうか。今回の連載は、長男タイガの今好きな本をピックアップしてみようと思います。現在年長です。今日はそのうちの一冊、こぶたくんをご紹介していきましょう。そしてその後、年長さんになった、ひまわり組になった、タイガお兄ちゃんの今の声を聞いていただきますね。タイガお兄ちゃんの大好きな本の一冊、こぶたくん、作ジーン・バン・ルーアン、え、アーノルド・ローベル、そうです、あのカエルくんのアーノルド・ローベル、役はミキ・タクさん。このミキさん、81歳でお元気なんですね。たくさんの本を訳されています。カエルくんをご存知でしょうか。はい、知ってます。アーノルド・ローベルといえばこっちの方が有名かもしれません。カエルグッズも売っているくらいですものね。さて、今日ご紹介するこのこぶたくんは、妹のアマンダと二人兄弟、お菓子を焼く日、妹、おばあちゃん、ポテトちゃん、これは誰だろうの5章5話です。役者のミキさん、本当に上手なんです。兄のオリバーくん、こぶたくんです。妹のアマンダちゃん、こぶたちゃんです。はそれぞれタイが優雅に置き換えて読めるくらい、実は読んじゃってます。そっか、オリバーはっていうところにタイガはっていうふうにこう読んでいるわけですね。こんちゃん、
一つ一つの言葉がうちの子供たちそのものです。やりとりが微笑ましくもあり、笑いユーモアもあり、タイガが一番好きなショーは妹です。子豚のオリバー君は妹のアマンダにおもちゃを触らせません。お兄ちゃんの遊ぶそのおもちゃに今の今まで興味なかったでしょうと親はそばで見ていますが、本人たちは真剣に自分のものと主張して最後に泣き出すパターン。でも最後は夕食のシーンでうまくにっこりするんです。家族って兄弟っていいなぁと思える一冊です。今日の連続エッセイ、アーノルド・ローベルへ、ジーン・バン・ルーワン作、ヤクミキ・タクの小豚くんを、タイガお兄ちゃんと優雅くんのことをこう想像しながらですね、お届けいたしました。たくさんの素敵な絵本をこんちゃんが紹介してくださるこのところのこの連続エッセイ、ありがとうございます。絵本はされど絵本ですものね。たくさんの絵本と出会い、絵本の中を駆け回ってトッピンパラリンのプーでまた現実の世界に戻ってきて、そうやって夢の中を、空想の中を現実とともに行ったり来たりできるのが子供時代の特権だなというふうに思います。今日の連続エッセイお届けいたしました。さあ、それではこの後のミニコマーシャル、ジングル、タイガお兄ちゃんの新しいジングル、ロングバージョン、どうぞお聞きください。それではここからは戸塚区医師会インフォメーションです。戸塚区医師会休日診療部担当理事で戸塚休日休館診療所の管理者でもある佐藤博久です。踊り場駅近くにある佐藤耳鼻咽喉科クリニックの院長です。今日は新しくなった戸塚休日休館診療所内の特徴及び移転となった経緯について触れたいと思います。新しくなった戸塚休日休館診療所は、診察待ち状況表示及び診察順番確認システムの導入をいたしました。つまり受付で順番の番号をもらい、今何番の方が診察しているかが番号券についている QR コードを携帯電話に取り込んでもらうと、現在の診療番号が分かり、外出していてもそれを見て進み具合で戻ってこれるというシステムです。その他の特徴として、バリアフリートイレも車椅子対応、多目的トイレ、車椅子対応だけではなく、おむつを替えるベビーベッド、親がトイレ中赤ちゃんを置くベビーチェア、汚物処理可能な水回りが設置されています。またトイレは衛生面を配慮した人感センサーの設置、つまりドアを開けると自動で照明がつき、人がいなくなると照明が消えるシステム、水洗トイレの自動化、自動水洗となっています。各トイレには緊急ボタンを設置しております。受付診察室につながっています。感染対策として感染者の待機室を設置しました。細かいことかもしれませんが、待合室の椅子を肘付き2人掛けと肘なし3人掛けの2種類の椅子を用意いたしました。理由は、肘付きを用意したのは腰に負担がかからないよう腕を使って立ち上がれるようにしたこと、肘なし3人掛けは両サイドには肘がついていますが、真ん中は肘つきをなくし、具合の悪い方が生じた時に横になれるようにという意味で2種類の椅子を設置しました。
次に移転までの経緯です。歴史的に遡るのですが、そもそも戸塚休日休館診療所は昭和54年に横浜市でも先駆けてオープンしました。その38年前の戸塚区は当時ものすごく広く、現在の戸塚区に加え瀬谷区、泉区、栄区の4区が戸塚区で、地図で言うと細長く縦にありました。その中央の原宿に建てられたということです。その後瀬谷区が分区し、その後泉区、栄区が分区したため、現在の残された戸塚区は地図上で上下が分区し、残った戸塚区は東西に伸びた形となりました。そして戸塚原宿にあった旧戸塚休日休館診療所は西の端、藤沢市寄りに位置していました。分区する前の休日休館診療所の患者数は5000人を超えていましたが、分区後は徐々に減少し2500人前後、多くても3000人程度で、横浜市18区中少ない方から数えて3番目でした。新しい戸塚休日休館診療所は後ろから8番目となりました。旧戸塚休日休館診療所は立地条件が悪いことと老朽化が進み、改築に至りました。戸塚区医師会としては、利便性の良い戸塚区の中央、戸塚駅近くの土地を探していたところ、現在の場所を横浜市から提供していただきました。現在は戸塚駅から徒歩圏にあり、とても便利が良くなりましたので、日曜日、祝日、年末年始に利用していただけたらと思います。内科小児科がメインで、耳鼻科も年に7回戸塚で担当します。ただし外科的処置は行えません。検査も限られたものしかできません。重症的な方は病院に紹介する場合があります。休日休館診療所は日曜、祝日、年末年始、年末年始は12月29日から1月3日が診療日となります。当診療所の受付診療時間は受付開始が9時45分からで、診療時間は10時から16時までとなります。それでは戸塚休日休館診療所の電話番号をもう一度申し上げます。045-861-3335 です。以上、安心してご利用していただけたらと思います。それではもう一曲お届けします。一曲目が名前というビューティフルネーム、そして次にお届けしますのは、よいジャイアンさんにリクエストをいただきました峠恵子主人公です。時を遡るチケットがあれば欲しくなる時がある、あそこの分かれ道で選び直せるならってと歌詞が続きます。1968年生まれのシンガーソングライター峠恵子主人公、この後お便りコーナーでもよいジャイアンさんのメッセージご紹介していきますね。それではまずこの曲からです。それではお便りコーナー、今リクエストいただきましたよいジャイアンさんからのファックスをご紹介していきます。ハグザライフ命を抱きしめよう相浦弥生さんへ、リクエストは峠恵子主人公か旅物語といただきました。主人公をお届けいたしました。主人公だからこそ自分のアイデンティティの名前を持っていて、その名前こそ私であると、この人生は
私が主人公で生きていく人生なんだというこの音楽のねつながりも感じまして、この曲を選びました。弥生さん、朝今日聞いてますよ。朝の放送聞いていてくださっていたのですね、ありがとうございます。マイムマイム、懐かしい曲かけてますね。そうでしょう。フォークダンスなんかいいなと思いながらです。小学校の頃思い出しますよ。今だったらできませんよ。足に来そうそうだね。まあでも少しウォーミングアップしてからみんなで踊りませんか。フォークダンスなんかやりたくなっちゃいましたね。ジェンカは面白かったですよといただいてね、ジェンカもね今度かけていきましょうかね。曲の終わりの方になると下駄箱の近くに行くんです。あ、みんなでこう連なって最後に行って、そこで履き替えて教室に戻るって感じですか。なるほどなるほど。弥生さんの小学校の頃の思い出聞かせてくださいといただきました、ありがとうございます。うん、そうね、札幌のね小学校、南小学校の思い出、また今度どれにしようか考えながらお伝えしますね。弥生さん楽しみに聞いてます。弥生さんの声ほっとしますよといただきました、嬉しいな。よいジャイアンさんからのファックスでした。さあ、そしてお便りコーナー、次は雨屋さんのお便りご紹介していきますね。雨屋さん本当にごめんなさいね。実はね、リスンラジオで聞いていただいていたんですが、なかなか聞けなかった時がありますというねメールをいただきました。本当に申し訳ありません。機材の不具合などがありましてね、一時、聞こえなかった時もあったということで、大変失礼いたしました。スタッフからも雨屋さんに、敦子さんに、その詳しい内容をメッセージで送らせていただきました。 FM テイ、これがとても安定しているので、皆様ぜひこのスマホなどでお聞きの皆様、 FM テイ、聞くっていう字を書いて耳辺の聞くですね、難しい方の聞くを書いて、これでテイというふうに読みます。特別な読み方の中の一つにあります。テイ、許すって意味もあるんだそうですよ、この聞くっていう字ね。この FMT のアプリを作動して聞けました。同じ場所でリスンレジオも聞けるようになってました。今月私がずっと聞けていなかったです。電波が入りにくいのかと気にしてなかったので、ご対応ありがとうございましたといただきました。雨屋さん本当に失礼いたしました。これからもどうぞ聞いて、またメッセージリクエストお寄せください。お待ちしています。アミヤさんとも、また、お会いできるかなと、スタジオに遊びに来ていただけるかな、どこかでばったり会うかなと楽しみに待っているところです。さあ、そしてお便りコーナー、次は浜野バタヤンから。浜野バタヤンは私のある時の放送のある一部分をですね、テープ起こしのような形で文字にしてくださいました。ラジオを聞くことに耳の不自由な方たちは、やはり特別なハードルがあるので、そこが何かできないかなと考えて、浜野バタヤンがその一部を書き起こしてくださったんですね。浜野バタヤン、ありがとうございます。ラジオを聞くことが不自由な方のところにね、浜野バタヤンが起こしてくださいましたものをお届けしてまいろうと思います。ありがとうございます。解禁賞の浜野バタヤン、録音などもしていてくださってね、何度かこう聞き起こしながら、聞き戻しながらね、こう文字にしてくださったようで、大変な作業だったと思います。ありがとうございます。さあ、そして次にお届けするのは亀まりさんから。そして亀まりさんのリクエスト曲、今日の最後にお届けしていこうと思います。弥生さんこんにちは。すっかりご無沙汰していました。お元気でしたかといただきました。元気でおります。10月に大きなチャレンジがあり、全力投球していましたが、やっと落ち着きました。そのチャレンジおめでとうございます。次は12月4日の戸塚おむすび広場です。もうすぐですね。年賀状やおせちの前にまずこのおむすび広場、またチャレンジなさるんですね、亀まりさん。
今年もたくさんの出会いを楽しみにしています。戸塚おむすび広場の参加は3回目になりますが、地域のつながりについてや戸塚について深く考えていなかった私ですが、歌の活動を始めてその力の大きさと温かさを日々感じております。もしこの先災害などの困難がやってきても、皆さんとなら力強く乗り越えていける、そう思わせてくる思わせてくれる人たちが戸塚という船にたくさん乗っている。素敵な表現。戸塚という船にはたくさん乗っている、力強く乗り越えていける人たちが、そのことに気づかせてくれた東大の弥生さん、ありがとうございます。わー、今日ね、東大の本、新しく福音館書店から絵本で出たのでね、図書館に借りに行ってきたところですよ。東大、小さな光を放つ東大でありたいと思います。そんな風に思っててくださって、コメマリさん、ありがとうございます。地域の方とつながるということは、そんな方たちを知ることからでよかったんだと、人見知りで消極的だったあの頃の自分を振り返る今日この頃でありました。改めて全ての出会いに感謝です。命の歌リクエストしますといただきました。竹内まりやさんでといただいたんですが、実は、スタジオには今ですね、用意することができずに、今日はマナカナさんでお届けしていこうと思っています。みやびという作詞者の名前、実はこれは竹内まりやさんが自分が作詞者であるということを名乗らずにこの歌を書いたそうです。そしてそれをドラマの中でマナカナちゃんが歌っていてということでね、その後に竹内まりやがセルフカバーもした命の歌、今日はまずはその最初のところということでね、マナカナで命の歌お届けいたします。また改めて竹内まりやの命の歌もお伝えしていきます。ご披露させていただきますね。今日のお便りコーナーでした。皆様ありがとうございます。今日のハグザライフ命を抱きしめよう、最後のコーナー生き生きヒントは3曲お届けしたもので、今日はパスとさせていただきます。今度扉のことをね、お話ししていく生き生きヒント、来週お伝えしますね。我が家のドアも実は開かなくなっちゃったって話もさせていただきます。今日はビューティフルネーム、そして主人公、そして命の歌と人生という、生きてくっていうこと、その人っていう、そんなテーマの3曲、皆様からのリクエストでお届けしました。この番組を支えてくださる皆様です。何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、不動産でのお困りの方は地元の笠原企画へ、人に社会にお役に立つ企業を目指す笠原企画、処方箋受付から在宅訪問まで幅広いフィールドであなたのかかりつけ薬局を目指します。土日も営業、東戸塚駅西口徒歩2分、セントラルスポーツ脇平安薬局、その人らしく生きることを支援している社会福祉法人光、以上4社の提供でお送りしました。それではまた来週まで、さようなら。